皆さんごきげんよう。声優の石黒千尋です。リトルナイトメア続きをやっていきたいと思います。前回は、千と千尋の神隠しの八百万の神様のような、皆さんに追っかけられて、ここの中継地点を通ったところです。でですね、久しぶりのまたプレイ再開となりますので、もたつく点などもあるかと思いますが、よろしくお願いします。では行ってきます。やばい、隠れるとこ、隠れるとこ、ここいい、よし、火消しとこ。ここは、おー、やっぱり来た。久しぶりですね、コックさん。なんか若干ちょっとこう、よだれ成分もある吐息、いいね。みたいな。なんかちょっと可愛いななんて思います。でですね、ここは、また赤い絵の具がこぼれていますが、私はやってない。それでも私はやってない。ここも隠れられるってことだね。ダメだ。あの取っ手を引くのかな？落ちてきた。取っ手にあれをぶつけるのかもしれない。ちょっと飛距離が足りなかった。ここぐらいで、私の引力に惹かれてトイレットペーパーくんが次々と僕を使ってと言ってやってきてくれてますね。違うのかな。コックさん来ちゃうかな。これ割るとかかな。もう割れた割れた。コックさん来ちゃう。来なかった。お、ここもお手洗いか。これはどういう部屋なんだろうか。横にティッシュもついてるけど。ほいよ。登れるところがあったら、どこでも登ってやる。それが千尋ズ。なるほど、なるほど。上に出てきて、ここをくぐっていくと。コックさんはお料理中でござんしたか。よいしょ。出ちゃった。あ、この上行きたい。もう一回行けるかな。することが多くなってきまして、私はちょっとね、ブタクサ花粉を持っているので、よし、ランタンにつけた。花粉は天敵なのですよ。お、しみじくんここにいたのか。おきゅう。はい、この人は寝てるのかね。食べ過ぎて寝ちゃった系な。何もない。お色燃えるかな。何でも一回燃やしてみるね。よし、今日のノロマも達成したし、先に行きましょう。ちょっと明るいとこに出てきたね。ほっほっほっ。これまた追っかけてくるのでは。でも口がないけど食べれるのかな。ううすごいたくさん来た。いよいよチロよこせっつって、やばい、カオナシさんがたくさんやってきました。チロが欲しい。どこ行けばいいんだろう。怖い。どうしよう。あ、逃げ、あ、あ、
やばい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 、ジャンプ。え、ここも行くの？嘘でしょ、手届いちゃうでしょ。あ、怖い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 。あ、助けてママ。よいしょ。おい、ちょい。あ、一人落ちてっちゃった。ウィーって。すごい。絶対今の初見殺しだったけどいけた。長年鍛えたこの瞬足が生かされたね。いやー、これでもう終わってほしい。もう追っかけられるのはやだ。あ、出てきそう出てきそう。これ出てきそう。よし、出し行こう。あ、違った、出てこなかった。アイアムハングリータイム。トゥトゥトゥルトゥトゥトゥルルルルトゥトゥル。バジリスクタイムってどういうタイムなんだろう。全然ね、知らないんだけど、ツイッターとかでよく皆さんのリツイートとかを見て、あ、今こういうのみんな好きなんだとか思いながら見てます。最近は頭のいい人悪い人みたいな、あ、しめじくんだ、しめじくん、ソーセージくれるの、ありがとう、いただきます。よいしょ。ソーセージください。はい、よいしょよいしょ。お、ええ、そっちじゃない、そっちじゃない。どうしてソーセージ食べないの。うわぁ、なんということだ。唯一の友だった、サルくんの友達だったけど、しめじくんを食べてしまった。しめじが食べたいっていう気持ちを抑えられなかったのか。これほんとそのうちどん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 大きなものを食べていくんじゃないのかな。さっきの追っかけてきた人とかさ、怖いな。なんで食べるんだろう。あ、でもお腹が空いちゃったから、せっかくソーセージ持ってきてくれたの。君の墓標にソーセージを添えよう。悲しい。あ、これこっち。はあ、悲しい。なんということ、ショックすぎる。生きる希望を失った。どうすればいいんだろう。チーンって聞こえたけど、おお。なんでありゃ。本当にいよいよ最後な気がしてきたよ。あ、あったあったあった。いや、悲しい。しめじくん、君のことは忘れないよ。君は僕の血肉となって一緒に生きるんだ。これはここにぶつけるのかな。でしょうね、きっとあの人が全ての元凶なんだ。そう思い込むことで自我を保つ。そして読み込み画面、シーズン4が始まった。いやー、もうクリアしたい。この汚れ切った世界から脱出したい。お、着物がたくさんある。さっきの女の人もちょっと髪の毛を結んで着物を着てるみたいな感じだったよね。船を漕いでる人の絵がここにもある。おー、怖い、目が怖い。すごい貞子みたいな目になってる。完全貞子ではなかろうか。お、これ乗れるかな。あ、乗れないと、乗れないと、ここは乗れないと。もう僕の癒しのしめじくんはいなくなってしまったのだろうか。この声は聞いたことあるぞ。あの、イエスロリくんノータッチのお部屋で聞こえた。僕も見たことがある。いろんな絵が飾ってありますが、これは何だろう。女の子の体かな？目のマークと、1,2,3,4,5,5 人写ってる。なんだろう。
何か、このリトルナイトメアの謎に迫るヒントがあるのかもしれないですね。お、すごい近くから聞こえる。怖い怖い。あ、髪の毛溶かしてる。これはバレるのでは、バレるのでは。めっちゃドキドキしてるけど絶対バレるよねこれ。あ、うわー、なんだ今の。白い仮面みたいのつけてたけど。へえ、どうやって立ち向かいというのだ。しゃがんだらバレないかな。顔を仮面で隠した女の人が自分の長いおぐしを解いて、やばいやばい、ドキドキいってる。いけるかな。鏡が割れてます。あの鏡の前にある、あ、バレなさそう。鏡の前にある石像割りたい。ここギシーとか言って言うんじゃないの、言うんじゃないの。ギシーとかって言わないかな。よし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 、なんとかこっち来た。あの女の人のお部屋かな。お、これこれこの子ではないかね、似てるよね。でも目が隠されてる。何かトラウマみたいなものがあるのだろうか。そして白い服を着た女の子、こっちがね、さっき壁にもかかってた5人の絵がありますね。これ登れるかな。登れた登れた。おお、届かないかな。これ届くでしょ。届かないのかい。そっか、これは届くかな。いかにも割ってくれと言わんばかりの怪しげな手や。おお、怖い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 。へい、急に鼻歌が止んだが、鍵が、よし、あ、いなくなってる。後から襲ってくるかな、かばっつって。しかし割るには今がチャンスだ。実績を解除したい。もっと割りたかったのに足で蹴ってしまった。割り気はないな。あ、でももともと割りたかったんだ。よし、それで下にさっきあった鍵穴に差し込むと、怖い怖い怖い。どこ行っちゃったんだろう、さっきの人。出てこない。通してくれるというんだったら通りますよ。よし、さっさとここから。おさらばバイバイですよ。おう、よいしょ。ほい、はい、なんだ。うわっ、怖い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 、めちゃくちゃ怖い、めちゃくちゃ怖い。なんかさらにホラーになった感じがする。これ動いたりするんじゃないの。あっ、あっ、あっ、やだ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 。やっぱりやっぱりおかげてくれた、思ったんだよね、思った。やばいやばいやばい、よいしょ。へえ、やばいやばい。なんかいよいよ本当にホラーになってきた。これはジュン、なんか和風なホラーですね。貞子とか、かや子とか、リングとか、そういう感じ。怖いこれ、絶対また追っかけてくる。走っとこ、もう走って早く逃げる。
んじゃないの？奥に机がある。何もなしと。ここもあれが開くのかな？何もなしと。あ、怖い、この影が怖い。見てるみたい、怖い。これもマネキンだ。どこ行けばいいのかな？お、これかな？三度目の正直。お！これも見た。息が白い？寒いのか、ここは。これを何だろう、何かに使うのかもしれない。あの、目の間にはめ込むのかな、瞳みたいに。不気味な音が立ってる。なんか日本風な音楽ですな。え、なになになに、なになに、ここ行けばいいの？明るい明るい。あ、あ、声声が聞こえた。お、なになになに、鏡で攻撃する感じなの？光を反射して天からの光が舞い降りるっていう感じですか？あー、やばいやばい、間に合う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 、よしよし、間に合った、よしよし、やばい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 。お、お、これなら、あと一回かな、あと一回かな。スプラトゥーンは3回までだから、あと一回だと思う、あと一回だと思う。おー、近い近い近い、よし、オッケーオッケーオッケー。あと一回、あと一回で。どこだ、どこだ、どこだ。怖い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 。なんかすごい、一番、本作一番、おお、おお、一番ホラーを、おお、おお、おお、一番ホラーな気がする。おお、おお、よしよし、よしよし、よしよしよし。これで終わり、これで終わり。まだあるの、まだあるの。よしよしよし、ここ、ここ、入ったよ、入ったよ。光の中に入った。よし、来い。どこからでもかかって来い。すごい、フェイントしてくる。ちょっと待って、ちょっと待って。来る、来る、来る。来る、どこ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 、来る、来る、来る。よしよし。これ、くるくる回っていれば、なんとなく当たる気がする。頑張れ、起き上がれ、起き上がれ。よし、どこ行けばいいの？立ち上がれ、よし、よしよし、だんだん早くなってきた。鏡が割れた、そして暗転。やっつけたのかな。息が荒い。いつもの千尋図みたい、過呼吸になってる。そしてここで、ここでお腹空いちゃうの。もう食べろと言わんばかりに首筋を晒している女の人がそこにいます。やっぱり人間を食べるのかな。自分自身が本当は怪物だったってことなのかな。お姉さん、ねえねえお姉さん、しんちゃんのモノマネできないけど、やっぱりめちゃめちゃ同じを食べてしまいました。黒竜派ってことかな。終わり？自分がまた悪になってしまったということなのかな。ん？なんだ？え？エレベーターに乗ってるみたい。体の周りにも
最強じゃないか。マツコさん、何なんだこれは。みんな目の血を吸い取ってるのかな。個人的に考察しながらいろいろやっていきたいな。お、しみじくんの声が聞こえた。でも一緒にいたらまた食べちゃうかもしれない。君はとっても美味しそうだから。あ、たくさんいた。ごめんね、君たちを救うことはできなかったけど、君たちも元気にやってください。これで終わりかな。終わったということで、リトルナイトメア、皆さんいかがだったでしょうか。私はですね、こういう雰囲気のある独特のアクションゲームというんですかね、すごく好きで、今回一番怖かったのは最後のちょっとジャパニーズホラーなところですかね。鼻声が聞こえたり襲ってきて逃げたりっていうのが怖かったです。全体的に逃げ惑うことが多かった気がするので、操作に慣れるのもあっという間だったから、それは良かったなって思います。これですね、リトルナイトメアっていうゲームですが、1回目にご連絡とかお伝えしましたが、お友達のモルモットさんという方がくださりました。なのでこのゲームが一体どういうゲームなのかということを何も調べずに、あくまで初見で、どれくらい楽しめるかなということでやってみました。でですね、リトルナイトメアですがホームページもありまして、そちらの方にキャラクターの説明やリトルナイトメアについても書いてありますので、せっかくなのでこの時間に読ませていただきます。リトルナイトメアとは、胃袋の名を持つ謎めいた巨大船舶モーに囚われた幼い少女シックス。物語はシックスがモーから脱出を試みるところから始まります。幼いシックスにとってモーは牢獄であると同時に遊び場でもあります。死の危険が至るところに潜む密室の中で、一人知恵を振り絞って生き抜き、出口を見つけ出すことができるでしょうか、ということで、今までいたところはですね、なんと船だったということですね。なので、外にちょっと、カーカーって海猫も鳴いてたんですけど、あれはやっぱり船と船の間を神様みたいのが通ってたっていうことなんですかね。でですね、胃袋の名を持つ謎めいた巨大船舶って書いてありますけど、胃袋ですよ皆さん。この女の子がね、ずっと最初からお腹をグー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 鳴らしていましたが、この船の呪いなのでしょうか。先ほどやってきた神様も
ずっとずっとご飯を食べ続けて休むことなく口の中に食べ物を入れていましたが、この船では人が食べることによってこう何か、なんて言うんだろう、パワーを吸い取ってたのかな、なんかそういう不思議な力がこのモウの船では起きていたのかもしれません。ではゲームの舞台を説明します。モウは毎年やってくる。それはいつも同じ時期だけど必ず別の場所、ゆっくり這うように進み、ギラギラと光る水中深くに爪を沈める。奇妙な沈黙の末、ある場所に腰を据える。何かを待っているのだ。間もなくするとゲストが到着し始める。汗を垂らし腹を空かせたおぞましいゲストたち、さっきの神様かな。洋服が弾けんばかりに膨張した体、退屈で生気を失った死んだような目。彼らはすり足で入り口へと進み、モウの口の中へと消えていく。ゲストたちはそれっきり姿を消した。やっぱり消してるんだ。モウに入った者は一人として出てこない。中の様子は誰にもわからない。少なくとも今のところは。ということで、さっきの神様って言ってた人たちも囚われていたということなんだね。それでは次は台所。隠れ家の上、ごちそうの下、蒸し暑く油でベタベタした台所で双子のシェフが料理に精を出している。あ、やっぱり双子だったんだよね。なんか壁に貼ってある絵が一人の顔が半分で割れてるみたいな感じの表現だったので、やっぱりこれは双子を表しているのかななんて思っていたんですが、当たりだったみたいです。でも顔がちょっとマスクっぽかったんだけどね。床の上をずるずる移動しながら、せっせと血と汗と血と涙と汗を皿の上に持っている。食べたくない。冷凍庫から肉引き器、そしてテーブルへとシェフは動く。皮には塩を振り、心臓はボイルして、手羽先はカット。それが何の肉であろうと彼らには関係ない。いいのか。台所はインスピレーションの泉だけど、使う道具には秘密がある。それもゾッとするような秘密が、ということでした。使う道具って包丁じゃないのでしょうか。どうなんでしょうかね。トン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 ってやってたけど、あれは何だったのかな。いやでもシェフは囚われていたのかな。シェフも働かされていた犠牲者なのかもしれないね。じゃあ次、ゲストエリア。到着したゲストはきしむ板の上をよたよたと歩きながら、大きく開いたモウの口へと入っていく。彼らはここにやってきて座り、汗をかきながら、むさぼり食っては食べたものを吐く？何度も何度も何度でも。ここは宴に集う丸々としたゲストのためだけの特別な場所だ。食べては吐いてるから終わらないんだ。ああ怖い。なんか知るとどんどん怖くなっていく。レディーの部屋。あ、さっきの女の人の部屋はレディーの部屋っていうみたいです。開花でゲストたちが大いに満たされている間、レディーは自室に引きこもる。この場所を知る者はほとんどいない。誰もここへ近づこうともしない。モウの上は彼女の上、モウの渇きは彼女の渇き、全てを司るはこのレディーなのだ。ということで、やっぱり先ほど倒した着物姿の女の人が一応この門を取り仕切っているボスということなんでしょうね。この女の人ちょっと不思議な力を使っていたので、もしかしたら超能力みたいなものでいろんな人を操っていたのかもしれません。キャラクター紹介をいきましょう。主人公の女の子シックス、お腹を空かせた女の子。怖い曲になったぞ。モウの奥深く闇の中でも一番の暗闇の中に一人囚われた女の子。お腹を空かせたシックスの行く手には多くの危険が待ち受けている。二
通の子供なら遠の昔に音を上げていたような出来事であっても、賢く強くそして素敵な黄色いレインコートをまとったシックスは決して音を上げることなく運命に立ち向かっていく。シックスはやっぱお腹を空かせてたんだね。ずっとなんかこうぐーぐー途中途中で起きていましたけども、この子ももうの呪いにかかっていたということなんでしょうか。それとも他にもたくさんお腹が空いた子がいて、その子たちは自分の食を満たすということを目標にしてるのかな。リトルナイトメア、はい、ということでリトルナイトメア無事、あ、なんだろう、ここがもうかな、黄色い女の子が見える。ここからどうやって逃げるんだろう。動けるかな。動けない。 Thank you for playing ということで、本当に本当にこれが終わりのようです。あー、あの階段を登ったところがここだったってことだね。ここから少女シックスはどこに行くのでしょうか。あの不思議な力があるから、もしかしたら空を飛んだりもできるかもしれないけど、この子は人の命を吸い取っていたみたいなので、外に行ってもさっきみたいにどん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 命を吸い取っていってしまうのかもしれません。これは続きがあったらすごく気になるゲームですね。ぜひ続きも出たらいいななんて思います。実績解除とかは、個人的にプレイしていきたいと思います。気になった方はぜひリトルナイトメア Steam でただいま販売中ですので、ご購入してみてください。ということで、ここまでお付き合い本当に本当にありがとうございました。ニコニコ動画の方でもたくさんの皆さんに宣伝していただけて本当に嬉しいです。今回 YouTube の初ゲーム実況がリトルナイトメアで本当に良かったです。次回はどんなゲームをプレイするかはまだ未定なのですが、またこんな感じでポツリポツリとやっていきたいと思います。気に入ってくださった方は石黒千尋のチヒローズガーデンをご登録よろしくお願いします。またですね、他にオリジナルの曲もみあげロックなども、公開しておりますので、ぜひそちらの方も聴いてください。あー、終わっちゃうのが寂しい。すごく楽しかった。またこういうゲームをプレイしたいな。ということで、皆さん本当にありがとうございました。お付き合いはバラのお庭の管理人千尋ズこと声優の石黒千尋でした。バイバーイ。